では平成二十四年度行政書士試験試験の公表をしたいと思います、えー、受験生の皆さん大変お疲れ様でした、えー、今年も、えー、大変な試験だったと思いますちょっとごめんなさい失礼します、えー、ごめんなさい、えー、早速ですが、えー、今年の試験の特徴ですね、えー、全体として負荷の高い試験だったと思います、えー、一か一個一個の問題を見たときにはさほどその問題の質ですねレベルとしては、えー 前年より急激に難しくなったとととかかそういういいことではなかったた思いますただ言えることは分量それから問題の配置それから問題形式これによって負荷がかなり高くなっていくとまず分量のところですね特徴的に見ますとだいたい例年50ページぐらいで収まっていたのが今年は58ページ7ページですね、えー、ごめんなさい、えー、ございました。 で、えー、例年こう見ていただきますと、えー、平成22年がやはり58ちょっとポンと大きいんですねでこちらに書いてあるパーセンテージは合格率です。で、えー、多分この平成21年で51ページで9.05%まで合格率が増えてしまったでそこで少しもうちょっと難易度を上げようということで分量を増やしてきて6.6に下げてきた。 でまた8%まで少し戻したのでまた今年分量を増やしてきたそういう気がいたします。で58 57ページですね大体、まあ、67ページ例年より多いと。といいますと人間読むスピードというのはちょっとごめんなさい変なのが出ちゃってごめんなさい読むスピードというのは1分間に大体500時から早い人で1,000時ぐらいでそれプラス考える時間がありますからかなりやはりあの焦ってくるんですね。と 当然あの後ろに行行けばばくほほど、ど押押せば押すす。焦りが出てきますですから実力が、えー、あるなしもうまあ当然入りますけれどもそれよりもその精神的な負荷、えー、スピードという面で、えー、厳しかったのかなとこれで大体2%ぐらいこの感じからいくと、えー、合格率減ってもおかしくない。ただえー これはあの公表されてないので何とも分かりませんけれども択一式などが難しい都市は記述式の採点が比較的甘めだという感じは私自身も持っていますので、まあ、そ,のそこをまあど,こどの程度調整してくるのかというのは、まあ、これはまあ最後結果を、ねえー、見ていただかないとわからないところではあります。それから2番目問題の配置ですねあの例年特に基礎方角 例えで,すで特に最初の時に解けない問題が来ますとその引き続きの問題を解くのが非常に焦ってしまうとで今年の場合は基礎法学、えー、後から、えー、見ていきますけれども2問ともちょっと解きにくい中には聞いたことがないというような問題で、えー、がありました。でここでで、えー、基礎方角で、えー、焦ってしまいまいすと 実はその後の憲法というのは比較的今年は楽だったんですがその楽さがわからないまま進んでいってしまうと。で科目が変わった時に人間というのは意識を変えてじゃあもう一回ここから新しくスタートだとやり直したいところなんですがやはりその行政法の初めの問題8問題9っていうところで少しやっぱり難易度ちょっと解きにくい問題が来てる。 ししかも連続してきているわけですねそうすると人間とは非常に気持ちが萎えると、えー、ここら辺が非常に難しかったかなとこれ問題の並び方をこう変えるとですね「えー、難しい」「優しい」「難しい」「優しい」という並びであったり「優しい」「難しい」「優しい」「難しい」だとまあ何とかいけるんですが「難しい」「難しい」「優しい」ですと優しいはずのものがもう分からなくなってしまうということが往々にしてあります。 それから最後、えー、問題形式ですね、えー、実はこれはあの法令等における組み合わせ問題の数です、えー、平成22年は、まあ、個数問題も多かったんですが、えー、組み合わせの問題も非常に多かったです、まあ、組み合わせの問題はあの全部の足がわからなくても当然解けるという問題ですねそれが平成23年には5問になり、えー、とうとう今年は3問ということで、えー 足の最後2つまでは絞れるんだけれどもどっちかがわからないっていう方が多かったのではないのかなという気もいたします。まあ、こういったですね、様々ままな要素で非常に負荷が高い試験だったなと。ただ問題を一個一個見ていくと、じゃあ解けないのかというと解けるんですね。正解を出すことはできる。じゃあどういうふうにまあ出せばよかったのかということをまあポイントを、えー、ざっと見ていきたいと思います。えちょっと… まず問題1番ですねこれ先ほども申し上げました、えー、判例に関すする問題です、えー、このうち、まあ、1番3番4番5番は類似の過去問がありますで、えー、正解は2なんですけども消去法でまあ2を選べればいいかなとただこの「霊視を弟子伝代この言葉は、うん、基礎法学でここまでやるかというと一般的ではありません。なのでここはまあちょっと解けなくてもしょうがないのかなという気はいたします。 それから問題にですね、み、えー、なすと推定するという文言の使い分けです。でもちろんみなすっていうのはもうそのように扱うという言葉で推定するというのは、えー、反証を許すという問題です。えー、で、えー、考え方としては個々の条文を見たときに反証ですね違うことを立証することで覆していいのかどうかということを考えていくと、えー、これあの。 正解は三番になります。で民事訴訟法をやっていればこれはまあ簡単な問題ではあるんですけれども、初めて民事訴訟法をこの文書見たときにじゃあそれがわかるかというとまあ厳しいかなという気がいたします。特に初めの方ですから、えー、致し方がないのかなというところはあります。でここから憲法に入りますね。えー、問題三これはもう明らかに、えー、ここからはまあ簡単なのでまあこれは五番ですね、えー。それから問題四も これも条文の基本的な問題で落としてはいけないところです。それから問題5ですね。問題5はちょっと次はできますとこちらもですね条文レベルと言っていいでしょう。これも正解できないといけないとこれを落としたねこのあたりの問題を落としたのはちょっと逆に言うと反省をしていただくあるいはまああの気持ちを引きずってしまったのかなっていうところをですねだと思います。 あと問題六ですねこれは、えー、読解の問題ですでこれはこの問題形式というのは今回は、えー、最高裁判所の平成二十年六月一日ですね、えー、国籍取得要件を争ったね、えー、ものですけれども、えー、これはですね去年も同じような問題が出てました去年は、えー、衆議院の選挙の候 効力についての最,最高裁ではなくて高裁の判例文が与えられてそしてこの判例の言ってる文章と正しいものを選べというようなものでした、まあ、読解ですね、えー、知ってるかどうかというよりは、まあ、もちろんこちらの判例は有名なものなので勉強しておいていただきたいんですがたとえ知らなくてもあのきちっと落ち着いて読めば解けるという問題ですでこういった問題を解くときに大事なことはです、ねえー こ,のここに書いてありますようにこのの文章かから読み取れれないい内,内容を述べているものはどれかとその、えー、足の記述が合ってるかどうかではなくてこの文章から読み取れないかどうかを考えるというところですねとっかく合ってるか合ってないかという形で、えー、トレーニングすることが多いのでそういう思考になってしまうんですがそれを、まあ、しないと。で、えー、あともう一つは判例あこれ知ってる とととととと思っ、えー、っったきに知てていいいるからといってもう読まないってことをしなういいうここをしですやっぱりこの,この文章から読み取れないかどうかを聞いてるわけですからちゃんと読んでいくと。でその時にですねごめんなさい、えーまあ、ポイントポイントをですね、えー、線を引きながらとかいう形で、えー、例えば、まあ、この国籍法ですね日本国籍の特捜に関する要件を規定していますと。でこれについては これをどのように定めるかについては、立法府の裁量判断に委ねる趣旨だと。まあ、憲法10条は立法府の裁量判断に委ねる趣旨だと。ただ、しかしってありますね、ここに。このように定められた国籍取得の要件に関する法律立要件によって生じた区別が、合理的理由のない差別的取扱いになるとき、これは憲法14条違反の問題を生じますよね。 それからでこれはどういう場合かというと立法目的に合理的な根拠が認められない,と認められない場合とそれからその立法目的との間区別と立法目的との間に合理的関連性が認められない場合だと、まあ、この程度まではきちっと、えー、アンダーラインなどを引くなどして確認してから一個一個を考えていくということが大事かと思います。まあ、それれれさえ落ち着いていいててばこれはあの,、まあ今後の問題と言ってもいい 問題だと思います。問題六ですね。問題は六で今度も問題七労働組合の判例です。この問題ですねちょっと厳しかったやや厳しいかなというところです。一番はこれ切れるんですよねそれから 悩ましいのが2番かと思いますそれから3番ですね2番3番が悩ましいで3番はこれ徒競祖事件ですで徒競祖事件のこれはあの葬儀行為ですね禁止されてる公務員に禁止されてる葬儀行為っていうのは憲法に違反しないあごめんなさいえ違法性が強い葬儀行為でしかもそれが 通常随伴しない対応で行われ行われる場合にその葬儀行為の煽り行為が処罰されるそれがまあ憲法上許されると言ってるわけですね要はその絞ってるわけです二重に絞ってるということで二重の絞り論ということをこの判例については言っています。 でこの二重の絞り理論につきましては後の「全能力軽食法」事件において判例が変更されてますのでこれが×ということになります。で2が正解かどうかっていうのはこれはちょっと、えー、実はですねこれはあのこ国労の広島地方事件ですねなんですがはっきり言ってちょっとあの判例の用紙ですねあの要約の仕方がちょっとあまり よろしくないかなと私自身はちょっという思いますですからこれ迷ってもあ多少仕方がないでもま消去法で出せるのかなというところではあります一旦ここで区切りたいと思います。